この右肘がどういう形になっていれば距離が伸びるのか、これ皆さん間違ってるやり方やってるんですよ。これをやるから損している。だからみんな20円ぐらい伸びる素質を持ってるのにもったいないって思って僕いつも見てるんです。その方法を今日は話しますね。皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田修平です。番組の始めにご案内です。11月にですね、横浜のレッスン会、日吉にあるパームスプリングスで行います。横浜レッスン今年最後です。ぜひ参加してみてください。 YouTube でですね、いろんな質問とかしたい方たくさんいらっしゃると思うんで、ぜひね、この11月です、ぜひお待ちしております。そういう情報は公式 LINE の登録していただいて、5大特典を受けていただくと、いろいろなレッスン情報もお伝えしてますので、お早めに、もうレッスンの席が満席になる前に皆さんに情報をお伝えできるので、ぜひ公式 LINE 登録してください。ということでですね、今日のテーマですけれども、右肘の使い方で20ヤード損してますよって話。よくね、右ここの使い方さえうまくいくと距離が伸びるって僕はお伝えしたりしますし、よく YouTube であると思うんです。もう右肘の使い方だけでね、肘がどう使うかで距離っていうのは変わってきます。で、このダウンスイングに入ってきた時に、そのこの右肘がどういう形になっていれば、あのこう距離が伸びるのかってね、これ皆さん間違ってるやり方やってるんですよ。これをやるから損している。だからみんな20円ぐらい伸びる素質を持ってるのにもったいないって思って僕いつも見てるんです。その方法を今日はお話しますんで、これやってドライバーね、振ってみてください。振り足が変わってくるはずです。それは何かというと、右肘を絶対に引きつけるなって話なんですね。引きつけるなってどういうことかというと、右肘をね、体にこうつけろ、つけよう、つけようとする人が多い。つけちゃダメなのって思ってる方いるなと。要するにここですね。ついてるじゃんって。あ、ついてるね。僕もついてます。でもね、つき方が全然違うんですよ。僕はどうしてるかというと、ダウンスイング、ほら、つけてないでしょ、ほら。インパクトにかけてつきますよと。ね。はついてます。でも、ダウンスイングは絶対つけない。ここがめちゃめちゃ重要なんですよ。なので、右肘の長さ見てください。そんなに曲がってない。不思議でしょ。こんな風になってないですよ。みんなこうだと思ってる人多いの。こんなに長い。長いから振り遅れないんです。で、長いから引きつけた時に時間があるんです。これ当たりますね。ここから絞っちゃったらもう間に合わないですよ。もう全部右だから、最後どうなるかっていうと、こう絞っちゃう。で、僕もう一つ言えるの、これがね、よく言う話です。これ YouTube で言ってる人いないんだけど、これが結構ポイントなんです。右腕が伸びてる人っていうのは溜めやすい。右肘が絞ってる人の方がめちゃめちゃアーリーリリースになっちゃうわけ。この違いをちょっと見てください。例えば、右肘が伸びてる状態だと、ほら、見て、手首がコックされます。右肘曲がるとほら、クラブがほどけますね。だから右腕伸びた方が溜まるんですよ。よく傘差すときこうやって差すでしょ。こうやって刺す人いないよね。そうすると角度つきますね。はい。こうすると角度つかない。で、角度つかないで肘絞ってダウンスイング入る人、こうやってめちゃめちゃアーリーリリースになっちゃうわけ。右腕は長い方が角度つくんです、こうやって。ここで右肘曲がっちゃうと絶対ダメ。で、ここから打つときに、引きつけていく感覚になります。よくだから、すごいこう暴論的な話ですけど、右腕をこうやってバーンって伸ばせとか言う人いるんですけど、そもそも曲がってないですから、バックスイングからね。だからこのまんまなんですよ。で、ここで引きつけるぐらいで捉えるとガチ当たりします。確認、スプリットハンドです。これめっちゃむずいんですよ。これで右肘が伸びたままで当てるのすごく難しい。こういうの簡単ですよ、こうやってやるの。これじゃもう全然当たんないから、右肘を曲げるんじゃなくて伸びる、このぐらいしか曲がんない。ダウンスイングこのぐらいの距離、ここでちょっと引きつけるぐらい。これはね、すごい難しいけど、この練習できると
右腕が、あ、結構長く使うんだなって分かります。このように、ね、そうすると距離もね、どこでギュギュギュッと引きつけれるのかが分かりますから。次に右肘が実際閉まんないのかっていったら閉まりますよ。閉まる場所を確認する練習としては、右手の片手打ちで左手でここに挟んでください。こんな感じで、これでバックスイングして、今開いてますよね。でギュッとこう閉まります。ほら閉まった、開いて閉まって打つって、これ練習してください。開いて閉まる、開いて閉まる、開いて閉まって当たる、こういう練習ね。まあ本当に軽くでいいですから。あ、こうなんだなって、開いて閉まるんだなって、開いて閉まる。ちょっと肘見てください。そんなに引きつけてないでしょ。これね、肘の使い方なんですよ。これが分かると飛距離伸びるし、20ヤード伸びます。こう使っていくと距離伸びないから、ここを理解するってことがとても大切になります。さあ、そしたら最後にドリル、もう一個、右手をこのように下から握る、これまあいわゆるクローグリップって言うんですけど、これで構えてハーフスイングとかやる練習するといいです。こういうふうにすると物って押せるでしょ。グッと、でこうやって押す人いないですからね。そうするとちょっとこう手首が折れた状態で、このまんま上に乗せる、この状態でバックスイングするとこの距離確保できる。でダウンスイングも確保、インパクトやっとこう絞る感じ、ちょっと曲がってる感じですね。こういう練習ですね。これを軽くちょっと2、3球やってから、あ、こういう使い方かって分かります。あ、感覚分かるなってやったら、それを戻すだけでこういう使い方なんだな分かったら、こういうふうに打っていくと脇が締まる感覚っていうのが、自然に分かってきます。あ、こうかと。皆さん見てて分かると思うけど、結構広いでしょ。狭くなんか使ってないんですよ。なるべく狭く使わない。そうすると飛距離が伸びる。そのスイングアークがここは広く使えた方が距離が伸びるから、ちっちゃく使わないでください。これが今日のねポイント。これで20ヤード伸ばす、まず一つの下地を作ってください。じゃあちょっとまとめです、この右肘の引き付け、意外に引き付けてるのは最後です。まずは引き付けないで腕が伸びた状態、そのためにスプリットハンドからつなげていく。スプリットハンドが分かったら、挟む状態、締める時間はどこなのかを確認。最後にそれを踏まえてクラブをこのようにクローグリップ、下から握るグリップをして締まった形も作っても同じくやってみてください。で最後に仕上げにボール打っています。非常に腕は曲がってないんですね。曲がんない状態で絞る感じは一瞬出ます。でもほとんど絞ってない感覚です。はい、ということでですね、今日は右肘の使い方、腕が長く使う感覚、こうやって肘絞ったりするとミスするからやめてください。この部分を変えるだけでまだまだ伸びしろありますんで、ぜひですね、ドライバー練習してください。距離伸びます。ということでね、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開するチャンネルですので、チャンネル登録、コメント、高評価をお願いします。あと、レッスン情報、そしてスイングの基本的な情報、公式 LINE を登録していただくと5大特典を受け取れるので、ぜひ登録してみてください。無料です。ということで今日はこの辺で、さよなら。いつも YouTube をご視聴いただき本当にありがとうございます。ぜひ LINE 公式に登録していただいて、一緒にゴルフライフを、ね、楽
楽しんでいきましょう。 LINE 登録方法は動画下の動画説明欄に貼り付けてある LINE URL をタップしてみてください。詳しい特典の詳細を見ることができます。それでは私の LINE でお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それではよろしくお願いします。